I see a cat. The cat is black. I see a dog. The dog is black. こんにちは。待ち時間に動画を撮っているイクミママです。今日はですね、5歳の年中さんの次女がですね、トト英語を始めて今3ヶ月ぐらいね、経って、なかなかね、効果がね、出始めてるので、何がどれだけできるようになったかっていうのをね、ちょっと今日は記録していきたいと思います。I see a cat. The cat is black. I see a dog. The dog is black. I see a bird. The bird is red. I see a frog. The frog is green. Good.はい、今ね、次女の朝弁の様子を、見ていただいたんですけれども、次女はね、なんと簡単な英語の文だったらほぼほぼ初見でね、スラスラ読めるようになってきたんです。でね、ちょっと前提としてなんですけども、次女は、満3歳のぐらいの時に英語の読み書きを始めました。で、今5歳なんでね、英語の読み書き自体はおうちワークなんですけれども、丸2年やってるって感じですね。そのトド英語をやる3ヶ月前までは全くこんな風にスラスラ読めるっていうことはなくて、私もね、子供がね、1人目の時はかなり力入ってたんですけども、2人目の時はね、なんかちょっとゆるゆるになっちゃって、英語のワークとかもね、結構やったりやらなかったり、やっても1日1ページとか、まあ、10分とかなので、そんなにね、一生懸命、やるっていうことがなくて、まあでもね、ちょっとフォニックスとか教えてたりしたんですけれども、まあなかなか読めるようにはならなかったんですね。それで、トド英語をね、始めてから、操作方法を本人が覚えてからはもうほぼ放置で、まあちょっと分かんないなっていう時とかは横についててあげる時はあるんですけども、ほぼ自力学習で週1か週2ぐらいかな、次女はそれぐらいしかやってないですね。で、やる時はそのデイリーっていうやつを、まあ、3日分とか4日分とかね、バババババってやって、で終わりっていう感じでひどい時は週1ぐらいしかやってなかったんですけど、この効果、こんなに効果が出るっていうのがもうとにかく驚きで、もう私、まあ2年近くね、ワークでお家で教えてたのは無駄ではない、無駄ではないと思いたいけど、まあ、トド英語最初から3歳ぐらいからやらせてた方が早かったよねって絶対思いますね。長女の時もこんな、なんかアプリとか知育アプリとか出てなかったから、長女の時も私はワークを使って英語の読み書きをね、教えてたんですけれども、長女の時から欲しかった、終わった。すごい、優しい。 What is it? I love the tree. I love the tree. 読んでごらん。 I love the river. I love the river.
でね、あのトド英語のアプリが良かったなって思うのは、あのワークで英語を子供たちに教えてるときは、あのこここうした方がいいよとか、もこういう風に読むんだよとかっていう風に親がねアドバイスすると、子供がムキーってねなる時があるんですよね。で、教え方が悪いのがママのせいとか、まあ、ちょっとあの関係性がギクシャクしたり、あのまあそういう風になったりする原因になるんですけども、あのアプリだったら自力学習だから、訂正とかもうこうした方がいいよアドバイス全部アプリがしかもね嫌味なくしてくれるんですよね。あの機械がやってくれるから、もう全然子供とかも怒らないんですよね。あのあまりにもね、あのなんていうの、できないとかつまずいたりすると、やっぱりアプリでもムキーってなることはあるけど、まあ、それでもね、あのママのせいとか親のせいにしてこないんですよね。そうで、そこは一緒にねやろうってサポートするだけなんですけど、それがねすごい良かったです。もうね、英語って教えたり教わったりする時代じゃないんだなって思いました。自分でアプリでね、あの3歳だろうが4歳だろうが幼児さんでも、英語のアプリだけでね自分の力で読み書きっていうのを習得できる、まああの本人たちはもうちょっとしたもうゲームやってるつもりぐらいなねノリなんですけども、まあそういう感じですごくね楽にも英語は習得できるっていう、そういう時代なんだなって思いました。私が小さい時にこういうのがありゃなって思いましたけどね、あれは今頃なってね、ペラペラだぜって思うけど、もうすごいね羨ましいです。もうそういう時代のに生まれたんだなって子供たちは思いました。で、料金の方なんですけど、今クーポン使うと月々762円になるっていうね、あのキャンペーンやってるんですね。で、ここに書いてあるクーポンの KZ13 っていうのが月々お得になるクーポンになってます。12ヶ月プラス1ヶ月が9912円で遊べるっていう、つまり13ヶ月、9912円で遊べるっていうクーポンですね。それが出ています。月々換算すると762円になってます。で、あのこれ一つ買ってもらうと、アカウント2人まで作れるので、この5の上のボタンを押すとね、アカウント2人まで作れるんで、まあ、ご兄弟とかね、あのいても、端末の個数制限がないので、例えばあの出先とかでね、携帯の方であの、子供がねトド英語やりたいよって言って一人の子がやってて、あのもう一人の子もね、じゃあ私もやるって言って、あのタブレットをね持ち歩けるようにすれば、同時で二人でトド英語、遊べるっていうことができるので、あの喧嘩もなくうちはやれています。で、クーポンの入れ方なんですけども、一番最初のこのトド英語のページのこのペアレンツっていうところをタップしてもらって入場しますね。この料金プランっていうところをタップしてもらって、でこのコードを使うっていうところをタップしてもらうと、このブラウザーに移動するんですね。でログイン画面が出るんですけども、あのログインしてもらって、でその後、ここのクーポンっていうところ、ここに大文字で KZ13 っていうふうに、こういうふうに入れてもらって登録するっていうふうにしていただいて、登録できたら使って購入へっていうところにね、あの言ってくれると、こちらのクーポンが適用になります。クーポンなんですけれども、クーポンを登録してしまうと、このクーポンを使って購入することができるのはこの登録してから7日間になるので注意してください。クーポンが6月30日まで登録できるんですけども、6月30日に登録された方は7月7日まで購入の期限があるということになります。いかがだったでしょうか。またね、あのトド英語の進捗とか良さげのアプリですね、あと知育情報などねありましたらね、シェアしていきたいと思いますので、またよろしくお願いします。いつもチャンネル登録、グッドボタン、コメントありがとうございます。とても励みになっています。それではまた。